今年も残すところあと284日となりました。南です。マイアミではありません。相変わらずの鼻声、だいぶ良くなったんですけどね。花粉がね治らんのですよ。治らない、治らない花粉。闇の夜空に、今日はもう出なきゃいけないですけど、今日はあの4月の台本の読み合わせをして、ここはこうだよねああだよねっていうのをアランさんとちょっと詰めてきていい感じです。なんかこう話を書くってさ、ある意味何かを言いたいというか、自分の中にある何かを伝えたいじゃないですか。でそれを人に読んでもらったりとか、ましてや声優さんとかね、読んでもらって一緒に、だから自分が書いたセリフが初めて息をするんですよね。生き物になるんですよ。っていう時すごいドキドキすると同時にやっぱ嬉しさってのあって、ただどうかなっていう不安ってすごいあるんですよ。アランさん優しいから結構面白いって言ってくれるんだけど、でも役柄としてすごい興味がある役って言ってくれたんで、ちょっと嬉しかったですね。じゃあその感じでいきますっていう。まあそういう面白さがあるよね、演劇ってね。演劇というかセリフものというかね。気づきの通りちょっと出来上がってます。そんな出来上がってないんだけどね。なんだこれ、なんで書き始めちゃったんだろうって思う時もあるし、
で書かずにはいられんでしょうって思う時もあるし、いろんなこと思いますよね。この歌の日本語訳超かっこいいんですよ。月の下でカスタネットを鳴らして狂ったように踊ってるって。というわけで、いろいろあると思いますけど、皆さん頑張りましょう。私も頑張るし、皆さんも頑張ってください。もう頑張ってるよね適度に頑張れねえ、逃げ出したいことがいっぱいあるけどさ、逃げてもいいと思いますけどね。逃げて帰ってくればいいと思う、うん、逃げっぱなしでもいいと思うし、そんな感じで良い一日をお過ごしください。では。